全国でも強豪と呼ばれる両雄の対決となった男子決勝。応援に駆けつけたサッカー部の大声援が後押しして、試合序盤は帝京が互角の展開に持ち込みます。その声援を切り裂くように開始のダブルキャプテン中島と澤田が躍動。持ち味の守備からの速攻で2人のコンビネーションが冴え渡ります。意地を見せたい帝京は第3クォーター、留学生センターをうまく壁に利用してガード陣がミドルのジャンプシュートを連発、活路を見出します。しかしここで立ちはだかったのは開始の2年生エース平。ドライブからのレイアップを確実に決め切りリードを広げます。第4クォーター、帝京の必死の追い上げを受けますが、リードを守りきった開始が2年連続5回目の優勝を飾りました。ハードなディフェンスでをしてくるんですけど、まあ、チームみんなでパス回してつないでいこうということで話しながら運びました。今日前半で結構点数取れて、で後半はまあ平とかが当たり始めたので、平とか澤田がシュート当たらないときは自分が点取れてたんで良かったです。まあ、最初の大会なのでね、去年取れなかったので是が非でもやっぱりインターハイ優勝して3冠のまず最初取っていきたいなと思ってます。